各位朋友，欢迎再次收看《玫瑰约会》。今天晚上我的客人非常漂亮，非常年轻。她虽然从事演艺工作没有很长时间，可是已经猎获了无数各个地方影迷的心。今天晚上很高兴有机会跟她聊聊天，看看真正的她对各种事情的看法、想法是怎么样的。啊，こんばんは。你好。你好，你好。Say it again to our audience, please.I was telling our audience that you are a very beautiful girl and you have already captured the hearts of many, many audience. What do you think is a beautiful girl? 顔が綺麗っていうことはもうね、全然関係ないと思います。やっぱり心だったり考え方がとてもピュアで、大きい人が綺麗な人だと思います。そういう人はきっとね、顔もどん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 綺麗になってくるはずだし。So far you have done many, many eye-catching projects and astonishing. Like you do the Santofi, okay, and the stage play, and you also do records and TV series. Which one you like best? 一つを挙げるのは難しいっていうことで、全部好きなんですよね、本当に。だからどれか一つっていうふうに挙げるのは非常に難しくて、今は1、2月、2月舞台終わった後だから舞台はすごく魅力的だなと思うんだけれども、今度来月から今度映画に入るときっとまた映画っていいなと思ってね、なんかどん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 やってる時が一番その仕事が好きだから、今どれって言われると、じゃあ今インタビューの仕事が一番好きかもしれないと答えてしまうかもしれないです。Okay, lately you work with a Bandu Tamashi Saburo. Saburo, okay. What kind of role you play in this play? 1月が Bandu Tamasaburo さんが演出で、2月が彼が女装というか女性を演じて兄弟の役を演じたんですけど、演出家としての彼とも出会えたし、俳優としての玉三郎さんとも出会えたから、それは本当に彼は人間としても俳優としても本当に素晴らしい心を持ってるし、特に舞台の上では自分が女を演じるっていうことで、女というものとか美しいもの、美学とかをしっかり持って、それを常にしっかり追求している人だから、それはとっても勉強になったし、吸収することがいっぱいありましたね。Did you find it rather challenging or very difficult? それはとってもチャレンジだと思います。ミュージカルはやったことはあるけれども、ストレートプレイっていうのは初めてだったから、とっても不安、最初は不安だったし、その半分楽しみでもあったけれども、どん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 1ヶ月間その稽古レッスンしていくうちに、その泉鏡花という作家の物語なんですけど、その人の世界というものにどん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 自分が溶け込んでいけたから、舞台に立つ時にはもう不安、緊張はするけれども何か不安みたいなものはなかったんですね。で、舞台っていうのはドラマや映画と違って、1時間だったら1時間、2時間だったら2時間、ずっと同じテンションで、それも1ヶ月やってる、毎日毎日同じテンションでやっていかなきゃいけないから、すごく持続力が必要なんだけれども、それを今回2ヶ月間クリアできたっていうのはとても自分で自信になりましたね。はい。 Did you receive any special training especially for this stage play? お稽古に入るまでは何もボイスレッスンもしてないし、踊りもやってないし、レッスンというレッスンはしなかったですね。ただ台本は500回くらい読んだかなっていうくらい読みました。We all know that you admire Andrew Hepburn very much. Do you think you have anything in common with her?
うん、一番好きっていうわけでもないんですけど、うん、あの彼女の映画を中学生の時に初めて見た時に、それまであの日本の映画とか、あとなんていうのかな、コメディみたいなものしか見てなくて、初めて中学生の時にそのラブストーリーでローマの休日を見て、その時はなんだかわからないけども、彼女の美しさか彼女のこういう動く表現なのか、そういうものにとっても魅力を感じて、とってもなんていうのかな、ショックを受けた女優さんの一人ですね。But I do think one thing you are in common. You are both very charming, and you are born to be a star. Yeah. まだまだもっともっと魅力的にならないといけないな。Do you have any favorite Japanese artists, actor, actresses, or singer? 素敵だな、魅力的だなと思う、あの俳優さんとかアーティストはいっぱいいるけれども、俳優としてだけじゃなくて、いろんなアーティストっていうと、もういろんな大きい部類に入っちゃうから、もうその中から一人っていう、私はもうね、いっぱい好きになるとこの人って言って一人に絞れないから、難しいな、日本人でいっぱいいます、ごめんなさい、一人に絞れない。It's okay. You've worked with many, many actors, okay? Like Sanada Hiroyuki and Motoki Masahiro, okay? Who you think you like to work with better? そうね、みんなね、Motoki さんも Sanada さんもみんなとっても魅力的な男性でもあるし、あの俳優でもあるから、一人っていうとそのみんなが喧嘩になっちゃうから言いません。Is there anybody in particular you would like to work with? そうでしたら、まあ今日本でその誰もが憧れる俳優さん、男優さんといったら、あのやっぱり高倉健さんっていう人はとても特別な存在の方だと思うんですけども、今度もうこれはお話が決まってるんですけど、あの今月から彼と一緒に共演することになってて、それも恋人同士っていう役なので、彼と共演することが今楽しみかな一番。I hope that you can achieve your goal very soon. And as a very young girl, you always live under the, you know, focus of the big public.Do you feel a lot of pressure? プレッシャーっていうのはないかもしれないですね。こういうふうに注目されるっていうことは、やっぱり自分の作る作品を期待してくれてるとか、見たいなって思ってくれるから、きっとこういうふうに注目してくれるんだと思いますから、いつでもそういう期待の持てるアーティスト、期待の持たれるアーティストでいたいなと思いますね。You have always been the sweetheart of many of your fans. So, but you have done so many things so far. You didn't waste any time. Do you have any more target or goal you still want to achieve? そうですね。そのファンの人たちに応えるっていうのは、やっぱり自分の作品を提供する。っていうことだと思うんですよね。で、今は日本でしかまだそのものを映画に出たりしてませんから、こういう望まれる人たちにどんどん自分の作品を提供できるような女優になりたいですね。だからもっとそのハリウッドに出るとかそういう夢ではなくて、自分が日本で作った作品を、まあ日本というかアジアで作った作品を世界の人に、できるだけたくさんの人に見てもらうっていうのは夢ですけどね。This question I'm asking on behalf of all the young men and maybe the parents. What kind of man you think would make a good husband for you?
husband? Yes. Dannasan. Renai. Di so no ne. Ano, renai to kekkon to iu no o anmari wakeru koto ga dekinai kara.死ぬ時にあ一生一緒にいてよかったなと思える人が理想の人ですけどね。それはあの一番の理想っていうのは自分が死ぬ時にしか分かんないんじゃないかしらと思いますけどね。うん、Okay, I wish that you will find your loved one very soon. Yuzan, thank you so much for sharing.This evening with us. I wish you always blossom like this roses. Thank you very much. Thank you very much. 谢谢。谢谢。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、綺麗。